50代リターンライダーの真冬の冬装備。まあ若い頃と違ってね、まあ寒さ暑さ年を取るとしんどいです。50歳でリターンして、5回の冬を真冬を乗り切った冬の装備を、個人的な装備ですけど、それをご紹介したいと思います。電熱は使ってません。まあ電熱使えば別に簡単なんですけど、まあ今回は電熱を使っていない装備です。で電熱は自分は使ったことがないので、それと、ワークマンとかコミネというような、なんていうんですかね、皆さん買いやすいものを、まあ、着るパターンもありますけど、それもないです。インナーは、まあ、暖かいインナーがね、まあ、裏肝だったり転写熱を蓄熱するタイプの、まあ、薄手のねインナーがまず一つ、これは上下着ます。それから下半身は3枚履きで、インナーの上にラフ&ロードの暖かいインナーパンツを履きます。で一番上はクシタニンのウィンターパンツです。これは防風防湿素材のウィンターパンツです。これが下半身です。上半身はやはりインナーを着て、その上に、まあ、薄手の、まあ、ユニクロなんかのコットンの長袖 T シャツを着て、でその次が今度ここです。モンベルのシャミースっていうタイプのフリースです。これが暖かい。これでその上に次も肝です。クシタニのミッドパーカー、これがねめちゃめちゃ暖かい。で最後アウターはベルスタッフのサルビーストレートジャケットです。これもものすごいアウターが強烈に暖かいアウターになってます。でプラス、腹巻き、モンベルでジオラインという腹巻きがあるんですよ。これも結構効きます。腹巻き、これは使います。すごくおすすめです。グローブはクシタニですね。アウトドライアデプトグローブ、まあ、クシタニのね一番暖かいタイプ、今名前も変わってるし素材も変わってるかもしれないですけど、クシタニのウィンターグローブは強烈に暖かいです。でブーツはヘルストンですね。ヘルストンのトラベルというブーツです。これもね軽くて、まあ、暖かいというよりは寒くないっていうタイプのブーツです。ここまで武装しているとかなり、まあ、真冬でも大丈夫ですね。あとは襟元に、まあ、マフラーっていうかネックチューブみたいなのがあるとさらにいいです。ただネックチューブはあんまり厚みがあると首元が窮屈になっちゃって苦しいんで、そこはねうまくやった方がいいです。薄くても束ねると結構空気を溜められるんで、それであったかいです、かなり。ただ一番外側は本当に高いのを買った方がいいです。とにかく風を通さない、もう保温機能がある、もうそこがかなり重要になってきます。で風を通さないだけじゃなくって、中で保温機能、要するに体温を蓄積する仕組みを中に作っておかないと、それだけではダメなんですよ。風を防ぐだけじゃダメです。中で溜めた体温の暖かさを外からの風によって冷やされない状態を作るんですね。なので外側は風でシャットアウトして、内側で熱を溜める形、それからインナーでもうその熱を溜めていくっていう構造を作り出す。それをまあ20でも弱いんですよね、30ぐらいにしていかないと、なかなかオートバイっていうのは風を受け続けるんですよ。冷風を受け続けなきゃいけないんで、かなりの防風機能を持たせないと本当に寒さはしのげないです。あの登山用、モンベルさんは登山用でいいんですけど、登山っていうのは体が動いてるんですよ。だけどバイクの場合はそんなに体動いてないんですよね。またがってるだけなんで激しい運動はしてないんですよ。その中で風が外側から強く当たる、しかも強風ですよね。それを熱を保ち続けなきゃいけないっていうのはかなり難しいんですよ。特に下半身を冷やしてしまうと、
もうほんとね、このね50代はね下半身冷やしちゃうと上が上半身がいくら暖かくても下半身から熱を奪われます。なのでもうほんとね足は30ぐらいがいいと思います。でこのラフ&ロードのこのインナーのパンツっていうのは表面はツルツルなんですね。で中は裏肝になってます。でこの裏肝で熱を溜めてくれるんですよ。で表面のツルツルが風を避けてくれるんですけども、このツルツルだけじゃちょっと弱いんですね。でその上からさらに、クシタニのウィンターパンツで、このウィンターパンツも暴風です。暴風でしかも裏肝も入ってます。でそこでまた上からカバーをしてあげると、でインナーで蓄熱した溜めた暖かさを保ちながら外からの風で冷やさない、この三重構造、これがねすごくいいです。でこのラフ&ロードのこのインナーが結構肝なんですよ。ただねこれ今生産中止になっちゃって新しいのが出てるんですけど、新しいのが高いのと安いのあるんですけど、安いのは表面がツルツルしてなくて、あの二重履きするときに引っかかってね、上裾が上に上がってきちゃうんですよ。だからそれがすごい不便なんで、で上級のやつはかなり高いです。2万ぐらいしちゃうんで、ちょっとまあラフ&ロードじゃなくてもいいんですけど、表面がツルツルしてて内側が起毛のやつを履けばいいと思います。で上半身はこのモンベルさんがかなり効きます。モンベルのこのフリース、これねシャミースって言うんですけど、特殊なフリースなんですよ。非常に暖かい、そして軽いで柔らかい、で厚みもそんなにないので重ね着してもそんなにごわつかないんですよ。やっぱりねモンベルの製品はすごくいいです。あとこの腹巻き、腹巻きはジオラインというタイプなんですけど、これもねあったかいです。このお腹を、これね腹巻き一つあるだけでも全然違います。お腹が冷えないっていうのはこのね50代のねお腹冷やすと大変なんで、ここがあったかいだけでも全然違います。腸をね温めるっていうのは大事なんですけど、それでこれを1枚、これも薄いんです。薄いけどあったかいです。ですごく伸びるんで、全然あの着てもねそんな着膨れしないです。これもいい商品です。それとやっぱりクシタニのこのミッドパーカー、これめちゃめちゃあったかいです。本当に暴風です。これ中にも暴風を着るんですけど、これねほんとね最初着た感じは暖かくないんですけど、どんどん蓄熱していきます。もう熱をねもう溜めて溜めて溜めていく感じで、もうちょっとね気温が上がっちゃうと汗かくぐらい暖かいです。でもう本当に外からの風はシャットアウトして熱を溜め込んでいってくれるんです。これだから、これがすごい。でさらにベルスタッフのもう強烈なアウターでそれを囲んでしまう、もう本当に鎧みたいですね。このベルスタッフはちょっと鎧みたいな感じで、もう雨もね弾いちゃうんですこれ。だからここまでやると本当あったかいです。ただ肝としてはやっぱりその中間のもの、薄くて保温性の高いものプラス暴風、風を完全にシャットアウトしてくれるものを中に一セットずつ入れておくっていうのが大事です。これをやらないと暴風だけじゃダメなんですよ。やっぱり蓄熱するものを持ってないといけない。でそこを重ねていくと非常にあったかいです。この重ね着でもう5シーズン乗り切りました。まあ実際はまあこの腹巻きもなかった時もありますし、それからこのシャミースというねモンベルのフリースがない時もありました。フリースを着ない時はメリノウールとか普通のウールのセーター、薄着のね、薄手のユニクロのとかでいいと思います。でただユニクロのヒートテックは着たことはないです。あれはちょっとね汗で発熱する感じなのでオートバイには向かないと思います。要は汗かかないと発熱しないので、まあ風をねあれだけ当たってると汗かいた後特に冷えちゃうんで、あんまりねユニクロのヒートテックは使わないですね。まあバイク用のこのインナーって結構売ってるのでオタフさんでもあるし、まあ自分は山城さんのやつかなを使ってるんですけど、いろいろありますよね。それを使った方がいいです。でやっぱりこの蓄熱を大事にして風から守るということ、これをやるとねほんとあったかいです。真冬でもかなりいけます。びっくりするぐらいあったかい。
で、ただまあ電熱は使ったことないんで、電熱を使えば一発かもしれません。だから電熱を使う人はもうここまでの重ね着はいらないと思います。で、電熱を自分が使わないのはやっぱり重いということと、やっぱり重ね着した時の方が脱ぎ着ができるので調整ができるんですよ。ツーリングの時にやっぱり高さ、山の上とかは寒いし、平地に行くと暖かいみたいなことがあるじゃないですか。そうすると脱いでいった方が調整が効くんですよ。で、脱いでいくものもかさばらないもの、薄くて機能性があるものを、まあ、重ね着していくっていうのが便利なん で、 で電熱の場合は電源切るか、ね、入れるかどっちかだと思うんですね。で、電源入れた場合何段階かあるかもしれないですけど、熱すぎちゃうような気がします。まあ、わかんないですけど使ってないんで。ただ自分としてはこうやって着るもので調整はしてます。で、グローブだけはこの串谷の最高峰のは非常に暖かいんですけれども、それでもやっぱりね、手元だけはやっぱり冷えちゃいます。なのでやっぱりグリップヒーターとか、まあ、電熱グローブもまあ否定はしないですね。手元なんでそれは否定しないんですけど、自分はこの、まあ、串谷のねグローブで乗り切ってはいますけど、やっぱりちょっと弱いかな、グローブはな。で、ブーツはね、意外と平気ですね。このヘルストンのブーツは、まあ、雨降っても平気だし、まあ、暖かいってことはないですよ。だからすごい寒い時はカイロをブーツの中に入れてます。足の甲に張ってます。だけど、まあ、乗ってる時は暖かいって感じはしないです。ただ寒くはないですね、そんな感じで。このヘルストのブーツも軽くて風を通さない、それから防水なので非常にあったかいのはあったかいです。だから靴と、まあ、手袋はちょっとね、対策がちょっとだけ弱いかなとは思っています。まあ、全部揃えるのは難しいかもしれません。ただ一番外側だけはいいものを使った方がいいです。これが全然もう効果が一番高いです。外側、一番外側はいいものを使うのがコツだと思います。まあ、皆さんこの冬もね、まあ、乗らない人は関係ないですね。まあ、自分は真冬でも乗るのでこういう対策をして乗っているので、参考になったら嬉しいです。